高級カフェに間違えて入ったただの大学生。今ですね、用事済ませふらっと軽くカフェで休憩しようと思い、近くにあったお店にドトールやタリーズ、高くても米田くらいの値段だろうの感覚で入ったのですが、アイスコーヒー980円、 OK です、退店しよう、そうしよう。入るお店完全に間違えた。あんまりはっきりとは言いませんが、コーヒー1杯1000円、高すぎるだろ。まあ金ない自分が悪いのですが、周りも貴婦人だらけだったし、ドトールにチェンジしようと思いましたが、水やらお手拭きもらった手前引き返すことができませんね。まあ隣にパチンコでタコ負けした後くらいのしょんぼりおじいちゃんが来たので、落ち着くしここにしますか。結果セットで1500円くらいのこちらにしました。1000円カフェラテいただきます。いやうんま、これ飲んだら他のカフェラテ飲めないわって思うことで、自分のカフェ間違いを納得させています。まあ本当に美味しかったので良しとしますか。ただ1500円は結構な痛で、ならばこいつとって高いおパンチを買ったということにしましょう。しかしおパンチに腹痛を与えることしかできませんでした。そんなことよりあのカフェラテうますぎた。2000円の価値はあったな。